よいよ発走です。スタートしました。レインパパール好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してレインパパール花に立ちます。その後ろからはサンレイコケット、この馬も上がっていく構えです。さらにはジャックドール、3番湘南バルディ、その後ろレイパパール先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。新たそれに続いています。すぐ後ろにポタチェ、ワールドウィンズ、そのうちに続いています。リベオ、その前に進出シプルマン、それに続きます。内からはソフトフルート、その外にランブリングアレー、内からは赤い糸、並んで11番エヒト、これに続くのがステラリア、しんがりからシャドウディーバ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ここでジャックドール先頭に変わりました。ジャックドール後続を引き離します。2番手はレイパパレ、間を挟んでシプルマン、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はジャックドール、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、外から勢いよくレイパパレ先頭、ジャックドール追いすがります。あと 200m、 先頭はレイパパレ、2番手はポタジェ、レイパパレでなる、レイパパレ、レイパパレ1着、2着にはどうやら赤いと。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ジャックドール前に行きそうです。サンレイコケット、それに続いています。さらにはオタジェ、9番レイパパル、その後ろジャックドール先手を取りました。すぐ後ろに湘南バルディ、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。その隣に新たシプルマン、すぐ後ろその外にワールドウィンズ、並んで15番リベオ、ソフトフルート、そのうちに続いています。これに続くのがシャドウディーバ、内からはステラリア、黒の帽子ランブリングアレー、その後ろこれに続いてエヒト、しんがりから赤い糸、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番ポタジェ一気に先頭に立ちました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ3番ポタジェ、レイパパレ、ほとんど差がありません。間を挟んでサンレイコケット、3番手後続も追い上げていきます。さあ先頭はポタジェ、レイパパレ続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ポタジェ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して、ポタジェ意地を見せる、一気に捉えるか。ジャックドール、ポタジェ先頭、サンレイポケット差し切った、サンレイポケットゴールイン、2着にはどうやらジャックドール、3着にポタジェ。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはエヒト、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエヒト花に立ちます。その後ろからは新た、この馬も上がっていく構えです。赤い糸後方から、もう一度先頭から見ていきましょう。ジャックドール先手を取りました。すぐ後ろに湘南バルディ、この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。その隣にレイパパル、その外から新たポタジェ、そのうちに続いています。これに続くのがエヒト、内からはワールドウィンズ、黄色の帽子リベオ、その後ろその横にシプルマン、シャドウディーバ、この馬もこのグループ、ソフトフルート、すぐ後ろにサンレイポケット、その後ろにランブリングアレー、内からはステラリア、しんがりから赤い糸、1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭は依然として4番ジャックドール、2番手は新たポタジェ、3番手この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はジャックドール、新た続いています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジャックドール先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 先頭はジャックドール、2番手は湘南バッディ、この足色はどうか。赤いとかわす、赤いと1着、2着はサンレイポケット。